尻をねしっかり緩めていきます。頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えてしまうこと多いんですね。なので、ね、お尻しっかり緩めていきます。私がわざわざ説明したってことは痛いってことだから、頑張ってね。ね、ここよいしょ、うわここだ、によく効く場所です。お尻ね、ここ、うわここだ。痛い。ここだ。痛い。ここだ。ここまでくっついてます。で、ここでしっかり緩めてあげると効果的なんですね、腰痛に。で、私がわざわざ説明するってこと、そう痛いんです。頑張ってね。ここ、痛くて目。
痛い。痛いけどちょっとマシになってるのが分かるよね。だいぶ痛さが減ってきたね。そうですね。ね。はい、では仰向けになりましょう。上向き、上向き。少ないからね。そうですか。少ないんですか。一応47都道府県で一番少なかったはずです。はい、ではうつ伏せになりましょうか。下向き、下向き。ではね、背中触っていくと、足ゆるぐるとほら、さっき背中触った時よりなんか柔らかくなって痛みが減ってますよね。ということで、足の疲れが背中とかに上がってくるよということなのね。よいしょ。この辺もだいぶ柔らかくなってくれてます。で
まだちょっとここ右側がちょっと硬いので、ここをしっかり、ね、緩めていきますね。